硫砂危険の看板硫砂とは、水分を含んだ脆い地盤、またはそこに、重みや圧力がかかって崩壊する現象である。砂、泥、粘土などの粒子が、地下の湧水などによって水分が、飽和状態になることにより形成される。硫砂は、圧力がかかって崩壊するまでは、一見普通の地面のように見えている。硫砂の比重は、かなり高く人間が置くことができるのが通常である。 通常、水の比重よりもかなり高い。水分を多量に含んだ流砂であっても、水の比重を下回ることはない。つまり、立っている限りは、多くの映画の場面で見られるような、流砂に飲み込まれて没してしまうことは少ない。また、多くの流砂が深さ1メートル程度なので、立っている限りは、完全に表面下に沈んでしまうことも少ない。さらに深い場合でも、 ある程度の上に押し上げる力があるため慎重に動けば脱出することが可能である。しかし、偽装性流体である特性から振動を加えると流動性が増す。すなわち、もがけばもがくほど沈み込んでいくという事実は符合する。それでも浮力により一定以上は沈まないので立っている限りは沈没する危険性は低い。逆に言うと、横になればなるほど、 もがけばもがくほど沈没する危険性が高まる。一方で、静止状態では土砂のように振る舞うため、流砂から物体を引き出すには非常に大きな力が必要となる。そのため通常は流砂に飲み込まれることよりも力尽きたりして流砂の中から抜け出せなくなり、立ち往生する危険性の方が高い。土砂に埋められている場合と同様な状況である。 立ち往生すると、飢餓や、洪水などの二次的な災害に巻き込まれる危険がある。何らかの原因で流動している流砂については、水、洪水と同程度以上に危険である。また比重は、水より、はるかに高いことから、流体の液圧も水よりは高く破壊力も大きくなる。流砂は、川岸や沼地または、海岸の近くで見ることができる。 流砂を引き起こす沼を俗に底なし沼と呼ぶ。また、湿原にも、八千マナコという古くからの故障で多数存在している。また、地震などによって、地下水に圧力が加わったりした場合に起こることもあり、建物などを飲み込むこともある。流砂が危険なことでよく知られている場所の一つに、イギリスのモアカム湾がある。広くて浅い、この湾では、緩慢の入れ替わりが急速なため、 干潮時に流砂に囚われた人がそのまま満潮となった場合、水面下に取り残される危険性がある。モアカム湾での出来事ではないが、実際に流砂に囚われた女性の満潮による死亡事故が1988年のアラスカで起きている。土砂の河川への流入や流水などが川床を潜屈することによって発生し、河道内を移動し堆積することで、 河川形状を変形させる。構成材料と流砂形態からベッドマテリアルロードとウォッシュロードに分類される。ベッドマテリアルロードは主に川床に優位に存在する砂歴からなり、川床を構成する砂歴と交換を繰り返す流砂である。その挙動は送流力によって大きく支配され、移動形式により送流砂と浮遊砂に分類される。ウォッシュロードは 川床されに優位に存在しないような細かい流形の土砂で構成され、流速が遅くなってもなかなか沈殿しないため、川床と交換されづらい流砂である。ありがとうございます。